楽器で不便なのはさ、そうん。のアメリカと日本で規格が違うっていうのは結構ギター関連であるんでね。アメリカ産のギターは全てのパーツがインチでね、ああ、はい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 。書いてるんだけど、日本ミリメートルでやってるからさ、これがね、困るんですよ、非常に。フそっェンダーか。USA のパーツをフェンダージャパンにそのまま移植できないとかさ、あ、な互るほ換ど性がなね。かったりするんだよね。ああ、部品が違うんだ。そう、見た目はほぼ一緒なんだけど、微妙に違うから交換できないとかがね、なるあほるどの。ね。それ考えたらドラムは、まあ、サイズもインチでいってる一し。応インチで統一してるよね、日本のメーカーは。多分パーツとかも、だいたいネジとかも互換性あるんじゃないかな。あ、そう。多分あるはず。いいね、それ。ギターはね、そこがちょっとね、めんどくさいところなんでね。なてるいうほか、どギね。ターはっていうか、アメリカがめんどくさいんだよね。まあね。インチとか使ってるのアメリカだけじゃん、だってそう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 。どのね。単位もそうだよ。重さもそうだそうだし、よね。気温もなるそうだし。本当だよね。もうなるべくやめていただけるとありがたいんだけど、まあし超ょう不がない便かだよらね。ね。そうそう、外国人からするとね。そう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 。何マイルとか言われてもね。あ、マイルもそうだね。確かに。なんかね、スーパーとか行っても肉1ポンドとか言われても、どんくらいだよとか。ね、全くこう実感としてわからないね。そう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 。しかもポンドって言ってるのにさ、ポンドって表記しないんだよね、あの人たちあ、ね。そう。LB って書いてあるよね。ああれ、れ、何の略なんだろうね。LB っ何て。だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、ね、俺も最それ初もちょっと勘何、弁してほしいよね。そうそうそう。わかりにくすぎんだろうって。いや、本当に。本当にね。